よし、じゃあ授業始めていこうか。みんな席ついて。いやー、授業始まったなー。いや、でも授業よりもな、ちょっとお菓子を食べたいんだよな。なんか授業中にバレずにお菓子を食べる方法ないかな。あ、そうだ。よし、今回はコロナ禍だからこそできる、これを使う。アルコール消毒のケースに入れる。手指消毒用のアルコールのケースの中にお菓子を入れることで、いつでも持ち運び食べることができる。デメリットとしては、蓋を開けるという手間がかかることと、ラベルが貼っていないと見た目でバレる可能性がある。成功率 80%。 よし、行くぞ。はい、ということで、前回のね、続きからやっていくから、教科書の P38 ページを開いてください。よし、今だ。ってことで、ここだけは絶対ちゃんと書いといてね。ま、あれは、おっと、ああ、アルコール消毒してんのか。はい、じゃあ次行くよ。カッコ2ね。よし、バレてないぜ。なんか授業中にバレずにお菓子を食べる方法ないかな。あ、そうだ。よし、今回はこのマスクの箱を使う。ノーマスク、イエスお菓子作戦。この方法は至ってシンプルで、空になったマスクの箱を応用し、その中にお菓子を隠すということである。万が一先生が近づいても蓋を閉めれば完全勝利。成功率 92%。 よし、食べるか。よいしょっと。よし、そしたら四角さんのカッコ1からやっていこうと思うんですけども、あ、やべ、田中どうした、それ何。あ、ちょっとマスク今変えようと思って、すいません、ごめんなさい。あ、マスクね。あ、マスクね。あ、どうぞどうぞどうぞ。はい、じゃあ続いてカッコ4ね。すいません、変えます。全然バレてないぜ。なんか授業中にバレずにお菓子を食べる方法ないかな。あ、そうだ。つまり 3X 事情になるっていうこと。 OK。 あ、先生。はい、どうした田中。すいません、ちょっと体調悪いかもしれないっす。え、体調悪い？大丈夫？ちょっと結構きついんで、ちょっと早退でもいいですか？結構きついか、そっか。まあ、今ちょっとあれだしな、コロナもあるし。オッケー、じゃあ早退ね。オッケー、じゃあ先生から言っとくから。すいません、本当にありがとうございます。お手数おかけします。本当にごめんなさい。まあ、万が一ってこともあるからね。うん、じゃあお大事に。ありがとうございます。おう！よーし、家着いたぜ。よっしゃ。やった、全然体調悪くない。全然体調悪くないですね。最高。体調悪いふりして家で食べる。この方法はかなり最強だが、デメリットとして早退扱いになり、授業を休むことになる。どうしても今すぐお菓子を食べたいという人にはおすすめである。成功率 99%。なんか授業中にバレずにお菓子を食べる方法ないかな。あ、そうだ。よし、今回はこのマスクとチュッパチャップスを使う。偽マスクキャンディー作戦。以前にも紹介したが、今コロナ禍だからこそできるこの最強の作戦。顔の大半を隠すマスクの裏に折り曲げたチュッパチャップスを貼り付け、マスクをつけると同時にキャンディーを口の中に入れれば完全勝利。成功率 95%。 うめえ。つまりこの答えになるっていうことをみんな覚えといて。 OK ね、じゃあ次行きます。はい、じゃあカッコ3ね。よし、全然バレてないぜ。なんか授業中にバレずにお菓子を食べる方法ないかな。あ、そうだ。よし、まあね、この方程式さえ使ってれば、まあ、基本的にこのカッコ1カッコ2カッコ3はまあ解けるんで、うん、まあ、この方程式さえ覚えちゃえば大丈夫なんで、ぜひ皆さん頑張ってほしいんですけども。おい田中、お前何授業中に食べてんだよ。あ、ちょっといいっすか。あ、これちょっとあれじゃない、もしかして。もうやめます。はい、来た。はい、来ました。もう慣れてきたよ。もう先生も慣れてきたよ。これ以上言うことはもう何もないので、やめます。慣れてきたけども、先生だからそこは止めますよ。ダメですよ。今までありがとうございました。いや、ちょっと田中待って。田中、まあ、みんな落ち着いて、一旦落ち着いて、先生から一言。こういうこともありえます。